一般財団法人食品産業センターは、食品産業を担う業界と産業全体の連携や近代化の推進を行っている法人。元農林水産省所管。英文略省はジョフィック。1970年設立。食品産業を担う業界と産業全体の連携や近代化を推進する目的で設立。 主に加工食品の安全管理や産業に関わる技術指導、情報提供、地域特有の食品を支援を行う。食品産業界の自主的努力と業界全体の相互連携を強化し、技術開発の推進、経営管理の合理化、競争秩序の整備、消費者対策等食品産業振興のため、必要な事業を積極的に推進することにより、 食品産業の近代化を図ること PL 法に照らし合わせた食品産業 PL 共済事業を行っている。事故や PL 法に基づいた訴訟が行われた場合に損害保険会社との連携や特定の法律に詳しい弁護士の紹介を行っている。また、ふるさと食品全国フェアを東京国際展示場で主催 ISO22000 セミナーこだわり食品フェアなど 各種イベントを開催する。他に食事バランスガイド活用マニュアルを発行。これは当時の厚生労働省と農林水産省によって発行された食事バランスガイドを家庭や店舗でどう活用するかについて書かれたもので、下記の公式ホームページから PDF 形式のファイルをダウンロードすることで Web 上にて閲覧することが可能である。ありがとうございます。